ゲルニカ爆撃後のゲルニカの街1970年に昇進自殺を図ったあの得た競技場ヨセバエロセギオドリソーラはスペインギプスコア県産セバスティアン出身のバスク民族主義者政治家1970年にフランシスコ・フランコの目前で昇進自殺を図ったことで知られる1915年ギプスコア県産 セバスティアンの家庭20人兄弟姉妹の5番目として生まれた。両親はバスク人であり、エロセギ家ではバスク語のみが用いられた。20歳だった1936年7月にスペイン内戦が勃発するとバスク民族主義党の民兵として内戦に参戦し、中隊長として前線に配置された。10月7日にスペイン共和国議会でバスク自治政府が承認され、 ホセアントニオ・アギーレが、ゲルニカの木の下で有名な就任戦争を行った際には、部下と共に、ゲルニカに駆けつけた。1937年3月以降に、エミリオ・モラ将軍を中心とする反乱軍の北方作戦が開始されると、戦力で下回るバスクー軍は、撤退を余儀なくされ、エロセギが率いる軍は4月25日、ギプスコア県エーバルの前線から、 西方のビスカヤ県ゲルニカに退いた。4月26日には、コンドル軍団を中心とした反乱軍の空軍によって、ゲルニカ爆撃が行われ、エロセギは爆撃の一部始終を体験した。6月19日には、バスク自治政府の首都であるビルバオが陥落。7月には、バスク軍の兵士の多くが反乱軍の捕虜となり、エロセギ自身はゲルニカを破壊した罪などで、 死刑判決を受けたが、捕虜交換要員として、カタルーニャ地方に移り、共和国軍兵士として戦い続けた。23歳だった1939年の内戦終結後にはフランスに亡命し、第二次世界大戦期には、ピレネー山脈で、書類、図面、金銭、要人などを案内して、スペインフランス国境を越える仕事を担当した。 内戦勃発10周年記念日の1946年7月18日には、サンセバスティアンにあるサンセバスティアン大聖堂の頂点にイクリニャを設置し、フランシスコ・フランコ独裁政権に対する抵抗の意思を見せた。その後は再び亡命先のフランスに戻った。フランスで結婚はしたが、生まれた息子は17歳の時に亡くなった。 フランコ独裁政権末期の1970年、フランコ派の学者リカルド・デラ・シエルバは、ゲルニカ爆撃がコンドル軍団によるものであることを、フランコ派として初めて認めた。また、8月5日には同じくフランコ派の学者、ビセンテタロンによるモエル、燃えるゲルニカが出版されたが、ゲルニカ爆撃に、フランコの責任はないとしており、54歳になっていたエロセギはこれらの見解に激怒した。 9月18日、サンセバスティアンのあの得た競技場で、早洗いの国際試合が行われ、フランコ夫妻は、貴賓席から観覧していた。開会が宣言された時、エロセギは、全身にガソリンを浴びてから、自らの体に火をつけ、火だるまになりながら、バスクの自由万歳と叫び、破壊の貴賓席に座るフランコの面前に、上階から飛び降りた。 死を覚悟しての昇進自殺だったが、エロセギは一命を取り留め、8ヶ月間入院した後に4年間入国した。1971年には、フランスのボルドーで象徴的に、ゲルニカの火をフランコの下に運びたいための行動だったとする原稿が出版された。1975年に、フランコが死去し、スペインが民主化への移行期を迎えると、エロセギは、 バスク民族主義党選出のスペイン上院議員となった。1986年、バスク民族主義党からカルロス・ガライ・コエチアを筆頭とする党内左派がバスク連隊として分離した際には、エロセギもバスク連隊の一員となった。74歳だった1990年、サンセバスティアンで死去した。ありがとうございます。